で、どこの部分に、どういう就職がするかっていうことが、なんか意味があるらしくって、この、ちょっと、尻尾のところを大きく拡大して、どの部分に、基本的にリシンとアルギニン、塩基性のアミノ酸が多いんですけど、その部分にどういう、就職が来るかっていう、H3K4 っていうと、例えば、3番目のヒストンっていうものに、の4番、N 末端から4番目のところにあるリシンっていうアミノ酸が、メチル基が1個つくか2個つくか3個つくかとか、アセチル化されるかとか、いろんな場合があるんですけど、によって、どこがどういうふうに変化するかによって、いろんな意味を持つっていうことが、言われています。で、そういうのをヒストン行動っていうふうに、昔はヒストン行動仮説っていうんですけど、みんなもうあんまり疑わなくなって、ヒストン行動仮説ではなくて、ヒストン行動って言ってると思うんですけども、そういうのが、エピジェネティックな変化の一つの大きな、もう一つDNA のメチル化っていうのもあるんですけど、それで、ともかくですね、そのエピジェネティックな情報っていうのを、網羅的に読み取る方法っていうのが、重要になりますんで、その方法として、クロマチン免疫鎮候法っていう方法が、使われます。で、クロマチン免疫鎮候、イムノプレシピテーションっていうので、それをクロマチンイムノプレシピテーションと略してチップって言って、で、それを、DNA シークエンシングと組み合わせるので、チップシークエンと言うんですけど、方法は、もともとは転写因子とかが、DNA にどこに結合しているかっていうのを調べるために、その転写因子の、抗体、特異的に認識する抗体っていうのを使って、その抗体と、DNA とそのタンパク質をまずくっつけちゃって、で、くっつけたって DNA をブチブチっとちぎって、で、それを抗体でこう認識して、その抗体と結合して、沈殿したものを、収集して、それを、DNA をタンパク質と分離して、で、それをシークエンシングして、そのシークエンスした塩基配列がゲノムのどこにマッチするかっていうのを、さっきのみたいにピーク、RNA シックみたいにピークを取るっていう、そういう方法なんですけど、これが、ヒストンの、どこの部分が、就職、どこ、どう就職されてるかっていうことを、抗体が、見分けてくれるんですよね。その見分けてくれる抗体を使うと、例えば H3K4ME1、3番目のヒストンの4番目のリシンに、メチルが1個つくっていうのは、こんな風になってますよ。で、メチルが3個つくっていうのは、ここら辺がピピピピと、ピークになってますよとか、そういうことが、こう見えるわけです。で、そういうそのチップシークエンシングを使うと、割と簡単に、ヒストンマークの、ゲノムが細胞によって、どこの部分が、マークされてるかっていうのがすごくこう綺麗に見えるので、今盛んに使われてるっていうことになります。で、それを、調べるのも、情報解析、コンピュータ解析の、重要な仕事になっています。で、あともう一個、ヒストンマークだけじゃなくて、DNA 自身が、就職される、特にそのメチル化されるっていうのが、重要な、クロマ、えっと、エピジェネティックな情報になっていまして、実際はそのシトシン、ATGC の C の部分の、5番目の炭素が、メチル化されるっていう、そのメチル、5メチルシトシンっていう、ものの、が、起こるっていうことが、重要な情報になっていますね。この図はちょっとわかりにくい図なんですけども、今年に出た、の初めに出た論文、の図なんですけど、横軸が、そのゲノムの中のある領域になって、2番目の染色体の中ある領域を示していて、で、縦軸が、そのいろんな細胞、すごくたくさんの、あ、ごめんなさい、いろんな細胞、あ、ごめんなさい、いろんな細胞に、対応してるんですよ。で、実は、その、メチル化されてる部分は、その、
青色で示されている。だから、このゲノムの中の、C っていうところのほとんどの部分、まあ、これ実は CG っていう、配列の部分なんですけど、CG は、ほとんどの C が、ミチル化されてるっていうことをこう示してるんだけど、ある種の細胞に、例えばここのオーラルエピセリウムって書いてある、まあ、口の口内粘膜ですよね。そこでは、このゲノムのなんかある部分が、なんか、こう、メチル化されてない部分が、こう、ニョキニョキっと、こう、見えている。で、このエンドクラインパンクリアスっていうところでも、なんかこの部分が、メチル化されてないぞっていうのが、こう、パターンとして、こう、見えているわけです。だから、こういう、DNA の中で、そのいろんな細胞で、どの部分がどういうふうにそのパターンが変わっているかっていうことが、こう分かって、で、それがその、細胞によって、そのどの遺伝子がどういうふうにオンになったりオフになったりしているかっていうことを調節する、重要な、手がかり、あるいはその実際の原因になっているかもしれないっていうことが、まあ今、どんどん分かって研究が進んでいます。それで、さっき、白井先生もおっしゃったんですけど、今年の、ノーベル賞の生理学医学賞で、そのカリコ博士とワイスマン博士が、取られたんですけど、それは COVID-19 で、メッセンジャー RNA をワクチンとして使うっていうことを、の基礎になる、重要な発見をしたっていうんですよね。で、それはまあ、もともとワクチンっていうのは、タンパク質を、例えば、こう、ウイルスが作るタンパク質を、あらかじめ注射してやると、それに対する抗体が体の中にできるので、なんか実際にウイルスに感染したときに、その抗体がパパッと働いて、重症化するのを防ぐっていうのが、まあ、ワクチンの、原理なんですけど、タンパク質をワクチンにするのはなかなか大変なので、それに、ウイルスとかいうのはどんどん変化するので、まあ、インフルエンザのワクチンとか結構大変なんですけど、メッセンジャー RNA をワクチンとして使うことができたら、その配列が変わったらその違うメッセンジャー RNA をこう使えばいいので、割と簡単であるっていう、作るのが簡単っていう、原理があるので、まあ、メッセンジャー RNA をワクチンにっていうのは研究は昔からあったんですけど、なかなかうまくいかなかったって、なかなかうまくいかないのは、そのメッセンジャー RNA っていうのが、不安定で、まあ、注射してもすぐ分解しちゃうとか、ある場所に持っていくのが難しいとか、まあ、いろんな、のがあったんですけど、その一つのブレイクスルーになったのは、そのメッセンジャー RNA の中の、まあ、ウリジン、U っていう、ウラシル U っていうのの、塩基を、ちょっとこう変えて、シュードウリジンっていうものに、変更すると、そのメッセンジャー RNA の安定性が飛躍的に高まるっていうことを、なんかこのカリコさんとワイスマンさんが発見したそうです。だから、これが、メッセンジャー RNA ワクチンっていうものを実用化する上で決定的に重要だったっていうことで、まあ、割とその、ノーベル賞にしては珍しく、すごいタイムリーな発見に対してノーベル賞を与えたっていう、そういうことですね。で、まあ、ちょっと話がそれましたけど、だから、まあ、修飾、これは RNA の修飾なんですけど、そういうもので、DNA の修飾では、メチル化っていうのが非常に重要だっていう話で、で、そのメチル化の場合を、調べるのは、チップシークみたいに簡単にはいかなくて、例えばそのバイサルファイトシークエンシングっていうのがあって、まあ、メチル化された C と、メチル化されてない C を、があったときに、そのメチル化された C を、違う、メチル化されてない C を U に変えるっていう、科学的に変えるっていう、なんか、過激な方法を使うと、その塩基配列、その変換した後の配列を、元の配列と比較することで、どこの部分がそのメチル化されてて、どこの部分がメチル化されてなかったかっていうのを、調べることができるっていう原理で、まあ、これだけじゃないんですけど、まあ、こういう方法を使って、メチル化の部位を、網羅的に調べるっていうことが行われています。で、あと、クロマチン構造の中で、実際に、ゲノムの中で、まあ、さっきも言ったように、クロマチンは、ヒストン、ヌクレオソーム、ヒストン8両体が、作るヌクレオソームをぐるぐるっと巻いたような構造をしていて、で、特にあんまり読まれてないような
ところはヘテロクロマチンと言いまして、ギュッとこう折りたたまれた形になっている。だけど、そのよく読まれている部分は、なんかいろんな方法があるそうですけど、いろんな方法で、こう、クロマチンのギュッと固まっているところがこう緩んでいる。で、その緩んでいるところを、まあ逆にそのゲノムの中で緩んでいるところ、クロマチンが緩んでいるところを調べれば、そこが、その細胞で、よく読まれているところなんだろうっていうことがわかるので、その緩んでいるところを調べる方法っていうのが、まあいろいろ開発されていて、もともとはDNAS1 っていう、DNA を切断する酵素で、ブチブチブチと切ったときに、割と緩んでいるところはよく切りやすいので、認識するっていうなんだったけど、これはなんか実験が割と難しさ、そうです。で、そうすると、トランスポゾンっていう、まあ、ちょっと今回説明する時間がないんですけど、それの使った、酵素を応用したアタックシークエンス、まあ、ATAC シークエンスとか、英語では言うんですけど、アタックシークエンスっていうのを使うと、DNA がこう、ヌクレオソームが緩んだところを、こう、ピークとして、割と簡単に認識できるっていうので、こう、最近は、すごく、使われて、もう今はそのシングルセルのアタックシークっていうのも結構使われるようになって、まあ、一個一個の細胞でどこの部分が、クロマチン構造が緩んでいるかっていうことが、まあ、わかるっていうことになってきました。で、さらに、すいません。時間まだありましたっけ？まだありますよね。6時20分、5時10分。はい。で、あと、じゃあ、生物学的に、そのある細胞が、ある、遺伝子をオンになって、別の細胞ではオフになっているっていう、この切り替えっていうのがどういうふうに、まあ、ゲノムの中にその情報として記載されていて、それがどういうふうに、実際に、こう読み方が変わるのかっていうことは、まあ、正直言って今もよくわからない。ですけど、エンハンサーって言われている部分が、ものすごく重要であるっていうことは、言えるっていうことに、が分かってきました。で、エンハンサーっていうのは、まあ、話し出すと、まあ、一回の講義全部使ってしまうぐらい多くのことを言わなきゃいけないんですけども、まあ、次のスライドでもあるように、その、遺伝子の先頭の部分にプロモーターっていう部分があって、その、ここから転写しますよっていう情報が書かれている、領域があって、それとエンハンサーって言われている領域が、こう、なんか、DNA がこうぐにゃっと曲がって、そのタンパク質がこういろんな仲介して、なんかこう、エンハンサー、プロモーター、相互作用っていうのをするっていう、することによって、その、ある細胞ではその、このインタラクションができて、ある細胞ではインタラクションができないっていうような、それがそのいろんなそのヒストンマークとかがこう関わってくるみたいなんですけど、そういうそのクロマチン構造の変化が、遺伝子、細胞による遺伝子の変化と関わっているんじゃないかっていうことが、まあちょっと、まあ、それこそ今世紀の初めぐらいから言われ出して、います。で、例えばそのエンハンサーっていうのがここにあって、エンハンサー A とエンハンサー B がここにあって、まあ、この遺伝子 X にこう作用する可能性があるときに、そのあるところ、細胞では、なんかこのループがこんな風になっていて、で、このエンハンサー A はジン X と相互作用できるんだけど、もう一個のエンハンサーは相互作用できない。で、だけど別の種類の細胞では、このループの形がこう緩んで、エンハンサー B とエンハンサー A が両方とも遺伝子に作用できる。あるいはそのこっちだけが作用、特に作用できるとか、そういう変化が、その細胞の変化と、クロマチンの変化と、遺伝子発現の変化が結びつくんではないかっていう言われ出しています。で、ただ、そこまで、話は、簡単ではないっていうことで、まあ今はむしろ謎が深まっているっていう状況なんですけど、でも、インスレーターって言われている領域があって、ゲノムには。で、インスレーターっていうところ、エンハンサーがその周りの遺伝子を活性化する。エンハンサープロモーターインタラクションによって活性化するんだけど、途中にインスレーターが挟まれると、そのインスレーターっていう領域を超えては、
そのエンハンサーは働かないっていうことが、分かってきました。で、じゃあそのインシュレーターっていうのは何かっていうのを、調べると、そのインシュレーターっていうのは実はペアになって働くって、DNA を、こう、ループ構造を作る。で、そのループ構造を作ったところに、そのループの中ではエンハンサーとプロモーターは、相互作用できるんだけど、そのループを超えては、エンハンサーは働けませんよっていうことになっているっていうことが分かってきて、まあ、これは分かってきてるんです。で、ですので、まあ、インスュレーターとかエンハンサーとかそういうものの相互作用で、いろんな、どの細胞でどの遺伝子がオンになってオフになっているかっていうことが説明できるんではないかっていうことで、今みんなが一生懸命研究しているっていう状況です。で、じゃあそのループ、DNA のどの部分とどの部分がこう空間的に近くにあるか、あるいはこう相互作用しているかっていうことを、網羅的に調べる方法はないかっていうことで開発されたのが、いくつか方法がある。クロマチンコンフォーメーションキャプチャーとか、総称される方法なんですけど、まあ、有名な方法として、IC 法っていうのがあります。で、IC 法っていうのは何かっていうと、まあ、チップシークと似てるんですけど、DNA がこう、DNA がこうくっついて近くにあるところ、まずなんかこう、クロスリンクって言って、もう、共有結合、しちゃいます。で、その後 DNA をブチブチブチっとちぎって、で、クロスリンクされた DNA を今度はその、端と端をくっつけるっていうことをします。で、端を端をくっつけた後、クロスリンクを外して、それをこう塩基配列決定してやると、ここの部分の配列とここの部分の配列が、なんか近くにあったぞっていうことが、こう、わかるわけです。で、そういうのをたくさん集めてやると、そのゲノムの中の DNA の、この部分とこの部分が、近かったっていうのが、こう、統計的に、こう、ピークとしてわかるわけですよね。で、それは、ゲノムを、の、まあ、ある領域の、この領域とこの領域を割とお互いに、こう、近くにあって、ぐしゃーっと固まって、相互作用しているってなると、この、どこの部分とどこの部分が近くにあるっていうのを、こう、まあ、色つけてやると、なんかこんな風に、まあ、見えてくる。で、そうすると、タッドとか言うんですけど、トポロジカリアソシエイティングドメインとか言うんですけど、そのなんか、お互いに、固まった領域っていうのがこう、まあ、見えてきて、そのループもループの中で、お互いに相互作用している領域っていうのがこう、見えてくるっていうことがだんだん分かってきて、ね、それをまあ、こう、スケールをこう変えてやると、染色体、核の中で DNA がどんな風な形で存在しているかっていうのがこう、分かるっていうことになってきて、まあ、いろんな方法が開発されてきて、今、盛んに研究されています。で、まあ、エンハンサーについては、でも、まだまだ謎が多くて、この図も、ちょっと時間があったら、もうちょっと説明しようかと思ったんですけど、説明する暇ないと思うんですけど、まあ、どうやったら、実は、ある細胞でオンになっているのに働くエンハンサーっていうのは、まあ、いっぱいあるんですけど、その、塩基配列を見ても、なんか共通性っていうのがなかなか見えない。で、まあ、ある種の転写因子が結合しているっていうのは、まあ、ある程度言えるみたいなんですけど、でも、最初の、この講義の最初の方で言いましたように、その転写因子の認識配列っていうのは、せいぜい、まあ、数塩基、十塩基もない、兆もないので、ゲノムの中で、そういう配列を持っている部分っていうのはすごくたくさんあるわけですよね。だから、その中で、どうしてその部分がエンハンサーとして働くのかっていうことを、なんかこう、組み合わせになってるのかとか、いろんな可能性が考えられるんだけど、なかなか、うまく説明できない。で、しかも、なんか調べれば調べるほど、エンハンサーっていうのは一個、まあ、実ははるかに遺伝子の数よりたくさんあって、なんか一個のプロモーターに対してたくさんのエンハンサーが、こう、寄ってたかって相互作用しているらしいっていうことが分かってきて、で、いや、どうやったらそんなことができるんだっていう。で、最近生物で注目されている概念として、リクイド・リクイド・フェーズ・セパレーション、LLPS っていう、液相分離っていうんですかね。だから一番相分離っていうのは水と油みたいなやつが典型なんですけど、ドレッシングで
こう、よく振ってかけてくださいみたいなんで、初めは混ざってるんだけど、しばらく置いていると、こう、水の部分と油と部分がこう分離してしまうみたいな。そういうような現象が、生物の、生命現象の、なんか非常に重要な役割を果たしてるんじゃないかっていうのが最近結構言われていて、まあ、そのエンハンサーの働きももしかしたらそういうことで説明できるのかもしれないっていうのが、まあ、最近の、流行りっていうか、概念です。で、で、さらに、その、もう、ほとんど最後なんですけど、この講義の、まあ、白井先生も言われましたけど、Google のチームが、その、アルファフォールドっていうのを、まあ、作ったんですよね。Google の子会社でディープマインドっていう会社の人たちが、まあ、アルファフォールドっていうのを作って、そのタンパク質の立体構造予測で大成功したっていう。で、まあ、もしかしたら彼らもノーベル賞取るかもしれんっていう話なんですけど、それの、まあ、グループ、同じ会社の人たちが、その DNA の、にも挑戦したアテンションっていうのを使って、いろんな、ゲノムの解釈っていうのをやるっていう、トランスフォーマーっていうのが、その自然、大規模言語モデルの基本的なモデルなんですけど、それとエンハンサーに応用して、エンハンサーとトランスフォーマーでエンフォーマーっていうのを作ったっていうのが、2021年の論文で出て、まあちょっと、まあ眉唾なところもあるんですけど、彼らの論文によると、なんか、ゲノムの、DNA をこうすごく学習してやると、なんかすごく特徴をなんかこう学び取って、で、いろんなその細胞のによるその遺伝子発現の違い、エンハンサーがどれが働くかとかいうのも、その細胞独特の情報を、こう学習させてやると、まあ、学習できるっていうんですね。で、なんかこういうその実際のそのチップシークみたいなパターンも、この、エンフォーマーで、なんか再現できるっていうことを主張しています。で、まあ、多分、ちょっと話半分のところもあるかもしれないけど、結構本当らしいんですよ。で、で、まあ、私たちの研究室でも、まあ、学生さんとかが、まあ、スプライシングで、やっぱりトランスフォーマーを使って、実際に、メッセンジャー RNA の、前駆体から成熟のメッセンジャー RNA を、予測するモデルっていうのを作ったりしています。で、まだ論文発表してないんですけども、まあ、先行研究としてスプライス AI っていう研究があって、そのコンボリューショナルニューラルネットワークっていう、まあ、一昔前に流行った深層学習の方法で、あるゲノムのどの部分が本当のスプライス部位かを認識するっていう、モデルがあります。で、それはその前後5キロベースの塩基配列を認識するっていうモデルなんですけど、私たちはそのトランスフォーマーっていうのを使ってもっともっと長い配列、100キロベースの入力配列に対してどこの部分がエキソンでどこの部分がイントロンかっていうのを予測するっていうモデルを作っています。で、ちょっとわかりにくいんですけど、こっちの右の方の下の部分は、メッセンジャー RNA がここで終わってますっていう、パディングっていうおまけの部分を予測したっていうので、こっちは、まあ、あんまり、ちょっと気にしないでください。で、この右の左の部分の、上の部分のところが、実際のメッセンジャー RNA で、で、上が、正解で、下が、予測結果です。だから、例えば、この青い部分のエクソンがこう構造がこうあったときに、まあ余分なエキソンがここで例えば予測しているっていうのがこう見えますでしょうか。で、いう、だけどまず、実際の、エキソンイントロン構造を、予測できているっていうことがわかると思います。で、それに、もっと言いたいのは、その最初の方に言いました、リバースエンジニアリングっていうのがもしかしたらできるかもしれない。だから、この実際に、本当にこんなに予測がうまくいってるんだったら、どこの部分を、配列どこの部分に注目することで、ここの部分が本当のエクソンだ、ここの部分が、エクソンだ、ここの部分がイントロンだっていうことを認識しているかっていうことを、もしかしたら、我々がそこから、まあ、逆に学び取れるかもしれないっていうことが、まあ、非常に、まあ、興味
私はあって、そこの部分に、まあ、今、一生懸命研究しようとしています。はい。大体、これで終わりです。時間的によろしかったでしょうか。今日の講義は、先ほど白井先生からも紹介ありましたように、この新しいゲノムの教科書っていう、まあ、ブルーバックスから出した本がありまして、そこに、の図を、まあ、主に使って、今日の講義を構成させていただきました。まあ、もし、今日の講義で、興味持ったとか、もっと詳しく知りたいっていう方は、この本を読んでいただけると、とても嬉しいです。まあ、もちろん、すごく短い本にたっぷりなことを書いたので、まあ、十分に説明が分かりやすく書けたかどうかはちょっと分からないんですけど、まあ、ある程度知識を持って、あるいは粘り強く読んでいただけると、結構、得るところがあるんじゃないかなと思います。はい。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。